こんばんは。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 今日は節分です。こんばんは。あなたも。恵方巻き食べましたか。私はどこですかね。私は食べました。もう食べたんですか。もう食べた。早いですね。私はまだ全然方角すらはなってないです。こんばんは。始まります。こんばんは。こんばんは。エールキューブよベクター森店の桜井です。坂田です。よろしくお願いいたします。新作の中からおすすめのスタイリングをご紹介します。はい。はい。ぜひ、商品ご紹介中にいろいろ気になることあれば、質問とかコメントお待ちしてますので、気軽に、今日は恵方巻き食べたよとか、そんなコメントもお待ちしてます。はい、お待ちしてます。はい、お気軽に、ぜひ。はい。なるべくお読みしますので。はい。お願いします。待ちしてます。はい、それでは最後までご視聴くださいませ。まずは坂田さんが着用している商品からご紹介してまいります。お願いします。はい、始まります。よろしくお願いします。はい。こんばんは。よろしくお願いします。はい、台湾から見てくださってる方も。台湾。わありがとうございます。ありがとうございます。はい、では本日坂田さんが着用しているスタイリングのご紹介してまいります。はい、ちょっと、今回は春めいて今も着られるおすすめスタイリングってことでご紹介しますので、はい、春っぽいカラーで今日はご案内していくので、はい、ちょっと気分を上げてね、こう綺麗めなカラーにしてます。はい、まずは着ているデザイン、トップスの方からご紹介します。はい、こちらからご紹介です。はい、ボックスシルエットトップスで、はい、V ネックとセンターラインの縦ラインが入ってる、はい、すっきり見えのプルオーバーです。こんな感じですね。はい、結構ね、厚みのあるジャージー素材を使っていて、はい、そうですね。はい、この今流行りのとかトレンドの前身ごろにセンターラインがこう入ってるデザイン、縦ラインがねこう強調されるので、はい、そちらのデザインが今トレンドなんですけど、縁、はい、にしてね見えますよね。そうですね、結構たっぷりしてるんですけど、うん、下にこうストンと落ちてくれるので割とすっきり着て、はい、見えますね。前がちょっと短くて後ろがちょっと長め、はい、横も綺麗です。肩の位置も下がってるし、そうですね、ここまで、うん、結構下まで下がってます。ありますね、そんなに、曲げ目ドロップショルダーに結構ね、深めですよね、かなり。そうなんですよ。ピンク素敵とか、うん、あ、嬉しいですね。これ好きとか、可愛い、可愛い。そして節分ですね、で節分ですね、そうなんです。今日は2月2日ですが、142年ぶりの2月2日なんですね、はい、あ、そうなんです。豆だけに、はい、豆だけに1年は365日じゃないんですって。豆知識。366.5 点、それのズレが今日来てる。素晴らしい。着やすそうって、あの、注いちゃってね。着やすそうって、うん、はい、すごい着やすいですよ。はい、ストーンと脱ぎ着しやすいたっぷり感ですね。1枚で着ても透けない、はい、もちろんです。今ね、ちょっと後でご紹介しますけど、ワンピースの上にもうちょっと羽織やってるんですけど、全然透け感気持ち、肉厚というか生地しっかりめなんですね、はい、厚手ですよね、はい、なので1枚で着ても全然大丈夫ですね。はい、後ろは結構斜めなんで、お尻にかかるぐらい、カットがあの斜めに後ろの身ごろが来てる感じで、すっきり見えもしますよね。はい、なのでパンツで履いてもすごいすっきり見えるので、いろいろ着回しができるアイテムですね、うん、今回はワンピースの上に着てて、はい、
そういう着方も可愛いということです。ありがとうございます。私のおすすめのコーデです。はい、はい、スカートでもいい、セットでいいな。あ、でもそうです、うん、あ、もちろんです。ボトムを選ばないカットソーになっています。はい、はい、坂田さんが着用しているまずカラーがライトピンクになります。はい、ライトピンクです。ピンクです。はい、春色です。はい、でもう一色が、全部で3色で、もう一色がダークグレーとアイボリーで、全部で3色です。こちらが持っていらっしゃるのがダークグレーになります。ダークグレーで、もう一色がアイボリー。アイボリーです。でこの色もシンプルで合わせやすいばっかりなので、ちょっとこうかっこいい感じ。そうです、モードっぽい感じ、はい、っぽい感じで、こっちはもうちょっとこう顔つりが明るく映って柔らかい印象ですね。でも2月なんでちょっとバレンタインカラーです。ピンクが割とバレンタインモテコーデです、ね、そうです。女性らしいお色でとってもおすすめになってます。はい、こちらが、商品番号が OLKCM01070 で、価格が7000円プラス税となってます。はい、おサイズ展開は1と2で、はい、坂田さんはどちらを着ていますか？はい、1号ですね。 2L から 3L サイズになります、はい、サイズ1を着用してます。はい、身長157センチでサイズ1を着用して、はい、こんな感じです。はい、結構私も普通に着ると 2L ぐらいなんですけど、結構たっぷりしてるので、そうですね、もう少しこうちょっとラインを出してもいいよっていう感じの方はワンサイズ下げてきてもいいかな、可愛いかもしれないですよね。はい、ではスカート見えてるんですけど、実は下着てるのワンピースなんですよね。スカート見せてくださいっていう、あら、後ほどちょっとご紹介いたします。今からね、はい、でレストックスは、はい、はい、で今下に入って見えているのがスカートではなくワンピースを着ております。はい、はい、ちょっとカットソー脱ぐの ので少々お待ちください。お待ちください。はい、スカートではありません。はい、ご紹介でした。はい、続いてワンピースをなってます。実はやっぱりね、ピンクとかホワイトとかアイボリーがいいねってお話から出てますね。お顔つりも綺麗に見えますし、はい、はい、これでした。これでした。はい、ワンピースの上からトップスを着ていたという、はい、ゆるかわってなんか可愛いですね。ゆるくそうなんです、感じがすごい楽ちんです。もういっぱい食べれそうです。これからご飯なんでいっぱい食べます。はい、こちらのワンピースがフラワープリントのワンピースで、はい、カジュアルでも綺麗めでも幅広く活躍するワンピースです。お質感のいいカットソー素材の生地を使っているので、はい、ストレッチ性も抜群ということなので、着心地いかがですか？はい、めちゃくちゃ楽ちんでございます。何にも着てないみたいです。形がシルエットがすごく綺麗、はい、何もベルトも何もしなくてもストーンと落ち感と A ラインが入っているので全然こう広がって見えないですし、うん、はい、1枚でも全然可愛いですよ。ストレッチ効いてるとか結構伸びるんですか？伸びます。あ、伸びますね。すごい伸びます。ちょっとすごいですよ。すごいですね。でもお花がちょちょみたいな。ストレッチ効いててそれだけ綺麗見えな素材ですよね。そうなんですよね。ちょっと気持ち持たくるんですかね。はい、そうですね。なんでちょっと綺麗め見えするんですけど、着心地的にはすごくいいですね。ポリエステル95とポリウレタンが 5% も入ってるので。なるほどね。はい、ポリウレタンがストレッチ性が入るので、ポリウレタンがなんと 5% も入るとかなりこうバンザイしたり肘を曲げたり、ちょっとこうしても楽です。楽です。あ、それも楽。つけない？つけないです。全然大丈夫。1枚の生地ないですが、今日坂田さん1枚で着ちゃっていいんですか？1枚です。なんか履いてない？はい、下に羽毛着てますけど、あの下はもうおパンチです。あ、じゃあ、はい、お股も心配ないですね。あ、全然大丈夫です。いいですね。サラサラなので。はい、すごい着心地いいです。うん、なんか静電気もちょっと起こりづらい、うん。暖かくなってきたら、そのワンピースとして1枚で着ていただいて、はいはい、今の年時期だと。ないんですけど、透けない、うん。そうなんですね。はい、重ねてレイヤードで着ていただいたり、ちょっとね柄もちょっとね近くで見たい、はい、お花の模様、なんかお花なんですけどちょっと大人っぽいお花ですね、うん、そうですね、大人ですね。なんか蝶々みたいなお花みたいな、うん、こんな感じで、はい、
そしてもちろん洗えますか？洗えます。良かったです。洗えますよ。はい、洗濯。手洗いもいいですし、お洗濯機で弱いコースでおしゃれ着洗いとかで洗います、はい、しかもこれなんとポケットポッケがついてるんです。嬉しい嬉しい、わーいわーい、それなんでね、それわーい、ポケット大事ですよね。ポケット大事、なんかちょっとこうやってするとちょっと落ち着きますよね入れたくなっちゃう、ポケット結構深めのポケットが入ってます、ね、携帯とかも春物のご紹介ですけど、シーズンレスで着れそうなサラッとした素材。すね、うん、すごい肌当たりも柔らかくて涼しいです、ね。これって色他にもあるんですか？こちら着用カラーが一応グレーという表記なんですが、茶色っぽいんですか？そうですね、これちょっとブラウンにも近い感じですよね。グレーじゃなくてブラウンです。だけどこの色はもうこれだけですね。一色。はい。一色なんですね。一色というか、はい。この展開は一色です。柄のこのカラーの展開のみになってます。はい、これのみです。はい、おサイズは13と15号の2サイズ展開、1と2でした、1と2ですね、失礼いたします、はい、1と2のサイズ展開です。はい、ちょっと色が抑えられているのでトップスを選ばないというか、合わせるカーディガンとか合わせてもね、そうですね、選ばないですね。カーディガン合わせてもとっても可愛いですし、ジャケットこれからだとジージャン合わせたりとか、あ、可愛いですね。はい、トレンチコート合わせたりとか、すごい可愛いと思います。あ、トレンチとかでもいいですね。めちゃくちゃ可愛いと思います。レールキューブにもトレンチコートが入ってるので、それに合わせても可愛い。商品とは関係ない、手大丈夫というちょっと手の心配してください。心配してください。手って言われて、いや、やけどしちゃったんで、やけどしちゃいました。はい、ちょっと大丈夫ですってことで、夜中に食べちゃった。はい、すいません。カラーは一色展開でサイズは1と2で、坂田さんは1を着用しています。はい、1です。全然ゆったりしてるんで、こちらもちょっとなんかこう 4L、3L みたいな方は全然1で着ていただいていいかなと思います。うん、はい、こちら商品番号が OLECM02090、価格が9000円プラスでとなってます。はい、すごい可愛いです。はい、可愛いです。とても楽ちんなんで、これからおすすめ。大人っぽい、はい、こうカラーとデザインですが、はい、シルエットがちょっと可愛らしいので、はい、そうですね、私とか今日はなんか靴下で、そうですね、いろんな合わせ方ができそうで、はい、いろんな着こなしが楽しめそうなのですので、はい、靴下がおすすめです。お袖で受けてください。お袖、うん、お袖と、うん、普通の靴、そうですね、うん、はい、はい、特に何かこう、うん、箔が入ってたりとか、そういうシンプルなデザイン、はい、普通のシンプルなお袖なんで、お首元もどんな感じですか？首元も普通のもちょっと浅く開いてる感じですかね。うん、でこちらかぶりのワンピース、はい、かぶりなんですね。とても楽ちんですよ。ファスナーとかもないので、スポッとこうかぶって着られます。楽ちん系ですね。はい、そうです、はい、袖長いですか？私が157センチでちょっと手短めではあるんですけど、袖丈58センチになります。はい、まあ、私で手首は隠れるぐらいですね。曲げるとね、ちょうどいいです。はい、でもなんか伸ばしてそのままの方が可愛い。私の身長ぐらいだと全然そのままでも大丈夫。ちょっと低身長なのか1個曲げちゃっても、そうです、中折りしちゃってもいいですね。中折りの方がいいですね。うん、こんな感じでちょっと七分っぽくしても可愛らしい。はい、はい、こんな感じです。はい、おすすめなので、うん、ぜひ、ね、とっても着心地が良さそうなので、ぜひこれから一着おすすめの楽ちんですので、はい、同じ身長さんの坂田さんと同じ身長の方が、あら、質問してくれて、なんか良かったみたいな、ね、ありがとうございます。はい、はい、身長157センチで着用していただいてもこの感じなので、はい、大丈夫です。ベルトしても可愛いですよ、すごくね。はいはい、素材はポリエステルが 95% で、ポリウレタンが 5% 入っておりますので、はい、さらっと優しく着られて、お手入れも簡単な素材です。本当に簡単ですね。はい、使えるのも嬉しいですね。はい、では、サカットのコーディネートはこちらで一旦終わります。続きまして、桜井さんのコーディネートのご紹介をさせていただきますので、お願いいたします。
さい。春ですね。今日入ってきた新作です。はい、ニットが新作になってます。淡いカラーミックスが春気分アップな、アップアップですね。はい、透け感のあるニットになってます。カラーミックスが春らしいローゲージです。トレンドのスクエアシルエットですね。はい。裾変化がポイントですね。裾部分がね、ちょっとこう前が短めの後ろが長い感じですかね。なのでお尻も隠れてパンツスタイルがすごく綺麗にはまります。すっきり、はい、仮抜きしたね、縦ラインの編み地なんで軽くてすっきりしてるんで、まあ、長く着用していただけるアイテムになってます。パンツで今日は合わせてますけど、はい、スカートでもすごく綺麗だと思います。毎年このカラーは人気の、ね、カラーですよね。ちょっと近くで見たい、はい、ミックスコンですね。すごいなんかいろんなお色が、ピンクとイエローとネイビーかな、とピンクグレーとかもういろんな色ですね。はい、いろいろです。もう本当にめちゃくちゃ可愛いですよこれ。はい、とっても綺麗です。はい、黄色っぽい感じですね。これお洗濯とかできるんですか？はい、こちら弱いコースまたはおしゃれ着、あ、おしゃれ着コースで洗えます。洗えます。あれ花粉のシーズンだからね、洗えるの嬉しいですね。こちらコットンが 68% 入ってるんで、これから、はい、涼しい涼しい涼しい、うん、なんていうんですかね、着心地がいい、うん、さらっとしてる感じ、さらっとしてる感じ、うん、とっても可愛いです。でこちらがお色がですね、今着てるのがライトイエロー、ライトイエロー、今年はね、イエロー中国カラーらしいですよ。そうですね、とても可愛いですよ。春色ですね。もうコーデの主役に間違いなしのアイテムです。はい、もう一色がピンク、ちょっとラベンダーっぽい感じのお色味なんですけど、こちらピンクになります。ピンクもすごい可愛いですね。可愛いです、うん、どっちも迷っちゃいますよね。ニットでもなんかこう着痩せする感じのデザインですよね。スッキリ見え、ね、うん、これもちょっとこう肩が少し落ちてるの で、ね、はい、ラストチンで着れます。これもかぶりで着ていただけるアイテムですね。 V ネックですか？ V ネックです。スッキリ見えますね。はい、 V ネックです。とても可愛いですね。はい、こちらが、商品番号が OLFDM030800 で8000円プラス税になってます。サイズ展開が1と2で、桜井さんは身長163センチでサイズが1を着用してます。 2L から 3L サイズですね。ちょっとたっぷりめで着ても可愛いと思います。でお色が2色のライトイエローとピンクですね。ピンクも可愛いって言われてます。両方可愛いですよね。着るとき迷ったそうなんですよ。ずっとギリギリまで悩んだんですよね。はい、そうなんです。はい、こちらですね。で続きまして、ちょっと分かりにくいかなと思いますが、インナーのご紹介なんですけど、あ、可愛い、あ、はい、そういう風に着てたんですね。そうなんですよ。ちょっとあの編み地が結構大きいニットなので、ちょっとインナーを忍ばせてみました。こちらがアーベイベイとのコラボ商品になります。可愛いですよね。毎年やっぱ人気のアイテムですもんね、こちら、はい、後ろに V のね、大人っぽい。そうなんです。レースが、ね、ですね。うん、タンクトップ。かわいいですね。着心地もすごい柔らかくてね、とっても気持ちいいと思いますけど、どうですかね、今インナーに着てらっしゃると思います。着やすいね。伸縮もかなりあるので、はい、タンクトップ
ックなんでね、あんまりこう大きいサイズじゃなくて、空いてる時とか気になる方はぜひ。テールキューブのタンクトップはこう胸元とか肩の感じとか下着とかも心配なくて着やすくて、結構リピーターさんもいらっしゃる。そうですね、隠れ人気アイテムです、はい、色違いで購入される方もすごく多いです。セクシーいただきました。セクシーいただきます。抜きやりとかのねレイヤードとかにもすごくおすすめですね。ね、見た目よりも薄手でね、ゴーゴー感ないんですよね。本当めちゃくちゃ着やすい。はい、1枚持ってると ね、首元が心配なアイテムにスッと着れるのでね、はい、でちょっと近くで見るとリブが入ってるんでね。あ、本当ですか。はい、なのでね、もう柔らかくて本当に伸びるんですよ。着やすいです。伸縮が安心です。でこれあのアームホール結構広めに作ってるんで。そうなんですね。そうなんですよね。なので指摘が見える心配も結構なくて、これからの時期のシア素材のインナーとかにもすごいおすすめになってます。1枚持ってるとね、はい、年中着れる感じですね。そうなんですよね、便利アイテムです。スケボー推しでもなんかもうワンポイントにもすごいおすすめのアイテムですね。ちらっと前からもちらっと見える感じも可愛いですね。はい、うん、ちょっと開きのあるね襟元のトップスとかにはすごく可愛らしいと思います。色悩んじゃいますね。はい、こちらが OLKCM14030 で、価格が3000円プラス税になってます。こちらアーベイベイとのコラボ商品です。で着用されてるのがホワイト、ホワイト、ホワイト、これはもう真っ白で可愛いですね。可愛いですね。春とか夏に合わせやすいお色で、あとが、ネイビー、はい、ネイビー、ちょっときれいめな感じ、大人な感じですね。はい、とブラック、はい、ベーシックなブラック、これも合わせやすい色味なんでね、ぜひ色違いでね、はい、おすすめになってます。必ずインナーとして着てますという言葉もありがとうございます。はい、でこちらも1と2のサイズ展開で、桜井さん1を着用されてます。はい、とても綺麗に見えるインナーなので、春夏のアイテムにぜひ、はい、おすすめのアイテムです。はい、では続きましてボトムのご紹介です。とっても綺麗なカラーが入ってまいりました。これはね、はい、エールキューブの定番のストレッチスリムパンツですね。スーパーストレッチスリムパンツ。スーパーでまたストレッチでスリムでパンツみたいな、もういいとこ取りですね。本当にこちら一度履いたらやみつきの伸び伸びパンチです。パンツパンツパンツですよ。エールキューブ定番です。こちらストレッチ性抜群のスリムパンツです。ウエストはもう全部ゴムですよね。こちらぐるりゴムでございます。着心地よくてすっきり着用できて、もう脱ぎ着も楽なんですよね。これ本当にね、シンプルなデザインで、もう本当にあの通勤から普段使いまでしやすいパンツになってます。はい、で今回はこちらが4色展開になってるんですけども、やっとね新色入ってきて、いっぱい入ってきましたよ。桜井さんが履いているのがライトグリーン、ライトグリーン、これすごい可愛いですね。可愛いです。これは今日のニットとも本当に可愛い、可愛いですね。めちゃくちゃ春って感じですね。あとは、ライトグレーですね。こちらも春っぽくてね、すごい綺麗です。おすすめです。なんか白が苦手な方とか、ね、明るいボトム持ってきたい方いいかもしれないです、ね、意外とね1枚持ってると便利、ちょっと白にちょっと挑戦しづらい方はこのちょっと薄めのライトグレーから始めてもいいんじゃないでしょうか。はい、でもう一つが、あ、ごめんなさい、あと2つですね。ブラック、はい、定番ですね。こちらはもう通勤とかにも使えるので、はい、おすすめになってます。もう一色もこちらも定番ですね。これグレーチェックですけど、これグレーになります。グレーチェック、こちらもね本当なっぽい、はい、うん、ずっと人気の柄というか、トラットな雰囲気が出るのでね、通勤とかでもね、うん、素敵ですね。今日のニットでも全然ね可愛いですよね、うん、本当楽そうですね。めちゃくちゃ楽ですよ、うん、はい、ちょっとウエストがゴムでも、ね、平ゴムで、そうですね、ちょっと濃い、はい、太めですし安定感が、はい、ありますね。
総ゴムです。はい、またファスナーなしですね。なしです。股上も深めで結構すっぽり、股上も 24.5 センチ LL でありますので、お尻をねすっぽり包み込んでくれる。これだけ、いやもう L キューブのパンツは本当に履いちゃうと他で履けないんですよね、本当に。はい、坂田もここのパンツ以外は持ってないです。ほとんどパンツは履きませんけど、ここでと買っちゃいます、本当に。はい、桜井さんすごいすっきり綺麗に履いていただいてます。はい、で丈がですね、これ70センチなので足首にかかるぐらいの丈感です。桜井さん身長163センチになりますので、で結構足長なんですよ桜井さんは。はい、足長なんですよ桜井さん。こう言ったら何ですか、足長。足長ですよ。はい、すごい綺麗に履いてらっしゃいます。足首が見えるのでパンプスとかすごいおすすめですね。だいたい平均身長158センチなので、はい、そうするとまあカットしなくても、あ、全然大丈夫です、うん、低身長さんでも履きやすいパンツになってますね。はい、はい、でこちらの商品番号が OLLDM04075 でサイズが13、15、17号になってます。で桜井さんが13号、はい、着用されてます。身長163センチです。でお色のご紹介もう一度させていただきます。ライトグリーン、あ、ごめんなさい、ライトグレー、はい、とブラックとグレーチェック、はい、と履いてるのがライトグリーンですね。はい、4色展開なのでどれも使いやすい色ばっかりなんでですね、こちらもね、はい、色違いでご購入される方結構多いですよね。なので本当にすぐなくなっちゃうので、はい、これはもう本当に完売すぐしちゃうアイテムなのでお早めにお待ちしておりますよ。ベルトループあるんですか？ありますよ。なのでウエストとももが合わなくて大丈夫。はい、ね、ちょっとこういうのも細かく心配の方いらっしゃると思うんですけど、こういうのもちゃんとありますね。はい、はい、こちら7500円プラス税になってます。お買い得ですよ。はい、はい、以上です。ではもう一度ご質問あればチロッとお伺いして、最後もう一度はい、何かありますか？もう一度見たいとか大丈夫ですか？ありますか？結構可愛いとかの春を感じてくれている感じですね。なんかまあすぐ着れちゃう感じ、コート着ちゃえばね、今から着れちゃう。暖かかったからね、うん、おすすめです。まあ、あのこの中でレイヤードしてもいいですしね。そうですね、うん、こっちをこっちにこっちに、はい、ブルーなんでね、ちょっとアイボリーとかね、かわいい。あ、そうですね、その、うん、カットソーと合わせてもパンツ素敵ですね、うん、かわいいです。 OK です。はい、もう一度着用商品をさらにします。はい、さらにです。おさらいします。坂田さん本日のスタイリングのおさらいです。トップスに着ているのがカットソーになります。着用商品番号が OLKCM01070、 こちら価格は7000円プラス税となっています。着用カラーはライトピンクになります。はい、こちらがライトピンクです。はい、で全部で3色ございます。でアイボリー、こちらアイボリーです。とダークグレー、はい、ダークグレーです。3色です。おサイズ展開は1と2で、着用サイズは1をしております。はい、私は1を着用してます、はい、ゆったりしててすごい楽ちんなので、ですね、はい、今日のおすすめカラーはライトピンクになります。ちょっとバレンタインも近いので、甘い感じで、甘い感じで、はい、モテピンクカラーになってます。モテお肌なじみもいい色なんでね、はい、ネイルと人選ばないですよね、はい、ライトピンクでも抵抗ない着やすい色かな、はい、ピンクです
チャレンジしやすいピンクになってます。はい、大人ピンクですね。合わせやすい色なんでおすすめです。はい、はい、ボックスのご紹介ですね。で、スカートに見える着方をしておりましたが、ワンピースを着ていましたということで、はい、こちらがワンピースです、はい、お花柄のワンピースストレッチ抜群。こちらの、はい、商品番号が OLECM02090、 価格が9000プラスでなってます。カラーはこちらが茶色っぽく見えますが、カラー表記がグレーとなってまして、じゃあこれはもうほんとブラウンですね。茶色です、はい、こんな感じですね、はい、ブラウンです、はい、サイズは1と2でこちら展開してます。はい、1と2です。坂田さんはサイズ1を着用していただいてます。はい、なんか春に着れアウターと合わせてありますか、はい、春に着れそうなアウターありますかということだったので、ございます、おすすめです。こちらのワンピースは本当、はい、カジュアルでも、はい、きれいめでも着ていただけるので、はい、こちらの、トレンチノーカラートレンチコートで合わせると、はい、グッと大人っぽいですね。そうですね、きれいめ。このコートもねすごい着やすいんですよね、はい、入学シーズン、入学シーズンで、ね、入ってきたコートなんです、ね、お仕事にも着られるし、はい、でもこういうワンピースとかと合わせるとちょっとお出かけ、ね、バレンタインデートにおすすめみたいになりますし、はい、かわいい、はい、こちらのコートがちなみにベージュです。着用していただいてるから、もう一色がネイビーです、ね、ネイビーもあります。はい、コートで検索、エールキューブのサイトでコートと、うん、検索していただければ出てくると思いますよ。はい、こちらの着用コート、一応商品番号が OLUBM の05170で、価格が、17,000円プラスでとなっています。黒みがあって素敵ですね。はい、素敵なこういうコートとも合います。はい、すごい着やすいですよ。もう早速売れてますよ、こちらのコート。おすすめになってます。いきなりコートを紹介しましたけど。こちらもね、そういうコートでも、はい、ジャケットでも、はい、これからね、いろいろブルゾンとかでも合わせられるので、こちらのワンピースはおすすめです。はい、かわいい。かわいいです。はい、とっても両方ともどっちも着やすい、うん。似合います、そのコート。あら、ありがとうございます。シワもなりにくいのでね、着やすいですね。綺麗な丈感もバランスもね、長く使えるコートになってます。はいはいはい、じゃあ続きまして、桜井さんのおさらいをさせていただきます。はい、お願いします。みんな結構春を感じていただいてるみたいですね。よかったです。春よ、濃いですね。春を感じていただいてます。今日はちょっと春感じられる。今日はちょっと暖かかったからね。はい、少し春っぽい形ですね。ニットおすすめです。今日入荷してきたばかりです。で、はい、前後のエルキューブに大体入ってますね。はい、では桜井さんの方でのおさらいさせていただきます。はい、トップスがですね、こちら OLFDM03080、 価格が8,000円プラス税となってます。じゃあサイズ展開が1と2ですね。カラーがライトイエローと、もう一色ライトピン、あ、ごめんなさい、ピンクですね、ごめんなさい、ライトイエローとピンクになります。悩みますね。はい、悩んじゃいます。とっても可愛いです。はい、編み地が大きいので、まあ、インナーを1枚入れていただくのがおすすめになってますので、はい、ちょっと編み地それが、うん、それがまた春らしい。そうなんですよね、うん、軽やかな感じ、はい、冬のニットとはまた違うぞって感じですね。はい、素肌感が欲しい方はベージュのインナーがおすすめですかね。はい、はい、なんか可愛いですけどね、もう本当にこれは迷っちゃうところですが、皆さん2色買いをね、全然違う。かわいいから本当におすすめ。二色買いしても雰囲気変わりますよね。はい、じゃあこちらトップスのご紹介ですね。でインナーのご紹介です。 OLKCM14030、 こちらアーベイベイとのコラボ商品で、価格が3,000円プラス税となってます。
サイズが1と2のサイズ展開です。お色が今着てるのがホワイト、はい、春らしいですね、はい、とブラック、はい、とネイビー、3色展開です。はい、お色違いでもいいと思いますよ、こちらは。じゃあ最後にこちらパンツのご紹介です。はい、こちら OLLDM04075 でおサイズが13、15、17号3サイズの展開ですね。で価格が7500円プラス税となっております。カラーがライトグリーンですね、今履いてるのがライトグリーンとライトグレー、はい、こちらも春カラーですね。はい、とグレー、こちらチェックはグレーになります。グレー、はい、ともうベーシックなブラックですね。はい、4色展開です。どれも合わせやすいですね。はい、じゃこちらのご紹介以上です。ニットはスカートで合わせてもいいですかってこと。スカートでもいいですよね。もちろんでございます、うん。ちょっとね、前がちょっと気持ち短めにできてるというか、ね、前後差があるのでスカートと合わせてもすっきりですね、うん、かわいいです、はい、おすすめです。おすすめですね。はい、音も選ばないトップスだとね、幅広がりますね。はい、終わり。急に急に、はい、急にですね、たくさんのコメントありがとうございました。では本日ご紹介した商品は全国の L キューブ店舗とオンラインストアで購入できます。はい、はい、さらに L キューブオンラインストアでは本日紹介した商品をアップしてます。はい、でライブが終了いたしましたらカタカナで L キューブ、はい、エールキューブで検索していただきまして、エールキューブオフィシャルホームページでこちらのですね、水色の、はい、こちらのバナーをタップしてくださいね。はい、ちょっとお話があれなんですけど、先ほどのトレンチでね、シワにならないですかっていう質問があるんですけど、シワにはね、なりにくいですよね。ならないとは言えないですけど、なりづらい感じですかね。はい、はい、そうです、大丈夫です。着たたんびにかけていただくとね、一日、ね、一晩寝かすと消費にならないかと思います。はい、はい、はい、じゃ商品詳細がアップされていて、すぐに購入できますので、はい、今回のライブと一緒に合わせてぜひ見てください。はい、では最後までご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは次回の配信も楽しみに。バイバイ。ありがとうございました。